はい、皆様どうもどうもこんにちは、今日はですね前回の続きということで、国家試験1ヶ月前にどのように過ごしたかっていうのをお話ししたんですけれども、国家試験の本当に直前はどんな風に私が過ごしていたかっていうのをお話ししようと思います。で、国家試験はですね、年に1回で、現役合格っていうのがすごい大事になってくるので、もうその1回きりで一発勝負っていう、ありますけどね、2年目3年目でも何回も受けれるんですけど、もうその時に絶対に合格してやるっていう一発勝負っていうことでね、死ぬ気で勉強をしていくんですけれども、私が、受験した114回はですね、合格率が64% ぐらい、65% を切ってですね、3000人ちょっと受けて、2100人ぐらいが合格したっていう試験になるんですけれども、すごいね、優秀な子たちで、勘違い、私もこれは合格して、周りの状況を見て、ようやくそうだっていうふうに気づいたんですけど、一番じゃなくても合格できる試験なんですよ。3000人いて2000人しか合格できないんだっていうふうに思いがちですけれども、2000人合格できますからね。自分がだから100番でも、2000番でも同じ敗者ですので、ふとですね、周りを見てみるとすごい苦労してた子たちもいるんですけど、でもその子たちももう合格して今立派に歯医者さんやってますので、成績がね優秀な方ほど、こうなんか自分がもっと勉強しなきゃっていう風に思うかもしれませんけれども、みんなが選ぶような問題の答えを選んでいけばいいっていうだけなので、そんなにですねすごくどうしようって不安に思うことはないと思います。大体の子はちゃんとやってれば大体の子は合格していく試験ですので、あまり心配なさらないでください。で、ただですね、私が受けた114回はですね、問題がちょっと意味がわからないというか、なんだこれっていうのがすごい多くて、私113回も5年生の時に国家試験委員って作られるので、その時はですね、その1個上の先輩の、軽いサポートみたいなの、国家試験会場に行って、自分たちが来年どんな試験場で、どういう気持ちでとか、どういう感じで先輩たちが受けてるのを目の当たりにして、で、自分たちもこういう風に来年過ごすから、サポートはこういう風にした方がいいなとか、こういう風にもうちょっとここ改善したらいいなっていう勉強のつもりで、5年生の時に、1個上の先輩のね試験会場とかにも一緒に行って、その時にね問題解いたんですよ。簡単だったんですね。国家試験の内容が簡単か難しいかっていうのは、その年によって違うんですけど、113回はですね、すごく簡単な年だったと思うんですね、私個人的には。だから、こうみんなが合ってる問題、外さない問題は絶対に外してはいけないっていうプレッシャーはあると思うんですけど、余裕でボーダー達してたんですよね。で、あれこんな簡単だったっけ国家試験っていう風にその時すごい思ったのを覚えてたんですけど、114回はですね、蓋を開けてみればなんだこれっていう問題がすっごい多くて、結構焦ってたんですよね。で、今までね6年生になると模試をね 5、6 回受けると思うんですよ、全国の歯学部の学生さんは。で、その時にですね、大体、全問解き終わって時間が30分ぐらい余るんですよね。で、そうするとそこで、1つ選べ、2つ選べ、全て選べがちゃんとマークが合っているかとか、あとは分かんなくてチェックした問題、もう一回全部解き終わってから考えようって思った問題に戻って、でそれをもう一回再考するっていう時間が持てたんですけど、国家試験当日のですね ABCD 全てにおいて、残り時間がですね5分かな10分かなくらいしか余ってなくて、そんなこと模試で今までなかったんですよ。ずっと30分以上余ってきたので、ちゃんとその後マークミスがないかとか確認できたんですけど、時間をですね全部解き終わって時間をパッと見たらもう5分しかないんですよ。どうしようと思って、でも最後はですね、もう必修のところは少なくても8割絶対取らないといけないので、そこだけはもうマークミスは絶対に許されないと思って、そこを見たりとか、あと一応チェックしてあるところももう一回再考して、回答で合ってたかなとかいろいろ考えながら、でもあと5分しかないとか、もう心臓がバクバクドキドキしながら終わっていたのを覚えています。2日間とも結構時間がギリギリだったので、本当に焦って、私今までこんなことなかったのになとかっていう風に思って、で周りの子もテストが終わってからちょっとざわざわね
するんですよね。泣き出しちゃった子とかもいて、もう難しすぎて、難しいというか、まあ、解きにくい問題っていう風に予備校の先生たちは最後評価してたんですけど、ちょっとですね、今までのこの問題となんか風合いが違うっていうか、あれこんな問題今まで見たことないのになっていうのが結構多かったような気がします。で、結構ショックを受けてですね、帰ったんですけど、私はね、そこからまあ自己採点してやろうと思って、自己採点ってね、しちゃダメって先生に言われるんですよ。なんですけど、私は別に誰に公言するわけでもないし、もう自分との戦いだし、点数が悪くても、まあ、良くても絶対に周りに言わないでおこうっていう風に毎回決めてるので、模試とかもですね、1日目が終わったら、全部ですね、回答をですね調べるんですよ。自己採点するわけです。で、まあ、同じようにルーティンでやっていこうと思ったんですけど、あまりにも問題が難しすぎて、私の友達がもう一人じゃいられないっていう風に思ってですね、私たち、2泊するんですけど、国家試験1日目2日目の、まあ、前の日、前日と1日目はホテルに宿泊するんですよね。で、一人ずつ部屋が分け与えられて3日間か過ごすんですけど、私のですね、いつも仲良くしている友人がもう泣いちゃってですね、もう一人じゃいられないっていうので、で、夕ご飯も、まあ、もちろん一人で食べるのは寂しいですし、もういろんなことを考えちゃうから、そばにいてほしいって言って、私の部屋にですね、ずっといたんですよ。で、私もですね、一応慰めてというか、まあ、自分もすごい解けなくて、ショックだったんですけど、それ以上にショックを受けている友達2人をですね、目の当たりにして、やっぱりこの試験は何だったんだみたいな。まあ、もちろんちゃんと合格して今普通に歯医者やってますけど、その時は、あ、落ちたかもなとかっていう風にすごい思っちゃって、3人でですね、不安でもう外に食べに行くなんてもう思ってのほかで、ホテルのレストランでお持ち帰りができる、まあ、ルームサービス的なもので、もう簡単にピザとかそういうパスタとかを部屋でですね、ベッドの上に広げて、で、3人でですね、ちょっと半泣きになりながら食べたような記憶があります。で、他の子たちもですね、もう余裕やったよなとかっていう子は確かね、いなくて、まあ、みんないい子なのでそんな風に言う子はいなかったんですけど、明日に向けてちょっとどうするみたいな作戦を、気持ちのね、作戦を考えてる子がたくさんいましたね。まあ、ご飯を食べ終わって、で、まあ、お風呂入ってゆっくりして、で、明日に備えようと思っても、友達がですね、部屋から出れない、私の部屋から出れないって言って辛くて、もう一人でいたら泣いちゃうっていうので、まあ、ギリギリまで家、私の部屋にいて、それでもね、やっぱりね、寝る時間は確保しないといけないので、どうせ寝れないんですよ。どうせ寝れないんですけど、次の日のこともあるし、どうせ寝れない、私の友達なんて本当に1時間とか、当日はね、1時間とか1時間半ぐらいしか寝てなかったと思うんですけど、ほとんど寝ずに2日間受けるので、でもね、やっぱり体を休めないといけないっていうので、何時ぐらいだったかな、本当に夜遅くに自分の部屋に戻っていったんですけど、私は比較的寝れるような人間なので、まあ、寝ようと思ったんですけど、その前の日のですね、このうやむやをどうにかしたい自分のできてるのかできてないのかっていうのもはっきりさせたい。もうね、受かってるか受かってないかなんてもう決まってるじゃないですか。だからもう知らないと。あとはもう絶対に2日目は負けずに頑張るから、もう1日目のその結果をとりあえず自己採点してやろうと思って、夜な夜なですね、次の日、だから12時になる過ぎてもですね、ずっと自己採点をしてたんですよね。で、まあ、それで、まあ、悪くても、次の日もあるし、挽回してやろうっていう強い気持ちはあったんですけど、びっくりするようにですね、めちゃくちゃ点数が良かったんですよ。点数が良かったっていうか、結構合ってる問題、自分がこれ外してるだろうなって思ってる問題が結構当たってて、それで、まあ、テンションが上がって、まあ、ぐっすり眠れたんですけど、自己採点もね、しなくていいよって先生に言われますけど、まあ、自分の心が落ち着かないのであれば、自分で静かに自己採点しても私はいいんじゃないかなと思います。自分の意志が強い方は特にやった方がいいかもしれないですね。すごい不安でうやむやにして眠れなくて次の日を迎えるよりかは、もうはっきり白か黒かはっきりさせて次の日に臨んだ方がスッキリするっていう方は結構、まあ私みたいな人間は結構いると思いますので、そういった方はまあ自己責任ですけれども、自己採点してもいいんじゃないかなと思います。で、まあ史上最強のですね、削除が出た114回だったんですよ。必修問題なんてね、毎年だいたい4問ぐらいかな、2試が80問あって、4
問ぐらいが削除になるっていう風にね毎年言われてて、でまあ多くても9問の時もあったのかな、9問の年もあったんですけど、私たちが受けたね114回は14問ぐらい削除が出たんですよ。必修で14問削除が出るってこんな国家試験聞いたことないよっていう感じだったんですけど、でまあ結構それでねみんな救われて、まあ受かっていったんですけどね、あの時のことをね考えると本当に辛くて辛くて、この先どうなっちゃうのかなってすごい思ったりしたんですけど、まあそれでも負けずに、みんなとですね一緒に戦って敗者にねなれたわけです。この前みんなと会ってですね、いろいろあるわけですよ。そろそろ結婚、まだ20代後半の若い時期ですけど、もうそろそろね、結婚相手とかも、まあ親からね、結構言われて、親世代の方とも結構知り合いが多いので、その子供がどういうこと結婚してほしいかっていうのも、なんかいろいろ聞いているので、しょうがないんですけど、やっぱりね、お医者さん、歯医者さんの家系でずっとやってきてるお家の子は、その嫁ぎ先とか、そのお嫁さんね、もらうところが、やっぱりね、同じような医療系で、まあ、なおかつ、医師とか、歯科医師とか、薬剤師と一緒になってもらいたいっていう、親御さんは、すごい多くてですね、もうしょうがないんですよね。日本はもうそういう文化になっちゃってるのかもしれないですけど、代々そういう一家っていうのは、まあ、子孫もですね、この先もずっとその病院を継いでもらいたいとか、そういう自分と同じ道を歩んでもらいたいとかっていう方がね、多くいらっしゃって、で、なかなか結婚相手を決めるときもですね、そういう縛りがあるので、自分のですね、息子がですね、歯医者でもなく、医者でもなく、薬剤師でもない方を連れてきたらですね、まあ、別れさせたりとかね、もうしょうがないんですよね。でもそれはやっぱりこの6年間必死に勉強してきて、ですっごい辛い思いをして、歯医者さんとかね、医者とかに薬剤師とかね、なってるその辛さを乗り越えて、頑張ってきた自分の大事な大事な子供を、同じ境遇で辛くて一生懸命頑張ってきたことを、まあどうにか一緒になってほしいっていう親の思いっていうのも、まあ私もわからなくもないので、子供たちはですね、今、大変苦労しておりますけれども、私はね、全然そういう家系じゃないですけど、そういう家系に生まれたね、大事な大事なご子息のね、方たちは、親のね、気持ちもちょっと考えながら、これからいろいろ、結婚とかしていくんだと思うんですけど、はい、ということで、試験の直前もですね、強い気持ちを持って、自分に負けてしまったら辛い2日間になると思いますので、まあ周りは周り、自分は自分ということでですね、ワクワクするぐらいの気持ちで受けていただいて、まあ問題がね難しいか簡単かっていうのは蓋を開けてみないとわかりませんけれども、それまではですね、絶対に自分に負けない、今までで一番いい点数を取ってやるとかね、そういうふうに強い意気込みを持って、皆さん受験ね、していただきたいなと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。